今日髪の毛の調子が悪すぎるな、何もしてないから。いつもか。はい、皆さんこんにちは。車の大師匠カカカシルピーです。今回はちょっと前にあのタッチアップペンの動画を公開して、まあ最後の方にちょろっと言ったんだけども、マーチの永久抹消登録をしないといけないので、まあその準備っていうのかな、それをちょっとしようと思います。で、永久抹消登録ちょっとまあ悲しいんだけども、まあずっと置いてても、まあ税金もかかっちゃうし、あとまあ場所も取るということで、まあ今回永久抹消登録をします。で、その永久抹消登録をするんだけども、その前に解体屋さんに車を解体してもらう、そしてまあその解体証明書みたいのをいただかないと永久抹消登録がちょっとできないので、まあ今日まあ、午後1時ぐらいに解体屋さんが車を引き取りに来るので、まあ、それまでにちょっとナンバーを外したりとか、まあ、いろいろちょっとやることがあるので、まあ、その辺の作業を進めていこうと思います。なんかね、なんか悲しいですよね。なんかまあ僕の車ではないので、まあそんなまあ思い入れっていうのがまあそこまであるわけじゃないんだけど、やっぱその動画でも使ったし、車ってね、なんかね、結構思ってた以上になんかいろいろどこ行ったなとか、なんか、ね、何なんですかね。その車をちょっと廃車にするってちょっとまあまあまあ悲しいことなんですが、最後のお別れですね。はい、ひゃはい、こちらが本日解体屋さんに引き取ってもらうマーチになります。で、まず永久抹消登録するときにナンバープレートも戻さないといけないので、ちょっとナンバープレート前後今からちょっと外していきます。まず前側外れました。あと後ろですね。後ろはまあ封印があるので封印をぶち抜きます。硬いんだよね。よいしょ。はい、これで前後取れました。後ろ汚いね。あとは車内をちょっと確認します。特に忘れがちなのがこのダッシュボードの中ですね。あ、こういう車検証とかあったりするので、この辺をまあ抜いておきます。で、まあこれあれだね、脱出用のハンマー、こういうのまあ必要そうだったらこの辺もまあ取っておくと、あとはまあ大丈夫かな。いやー、なんか綺麗だね。なんか自分で言うのもなんですが、中もいろいろ掃除したから埃も全然ないし、綺麗な状態。あのペダルとかもね、綺麗です。あとパンタジャッキもトランクのところに入っていたので、これも取っておきます。まあ、何かしら使えそうなので、まあ、使えそうなのはとりあえず取っておくという感じですね。あとはもう何もないので、ちょっと洗車してあげますか。だいぶお世話になったな。めちゃめちゃ汚いね。マーチをねお預かりしたので、めちゃめちゃ汚い。まあめちゃめちゃ、まあめちゃめちゃかな、結構汚かった。こちらが今から洗おうと思っているマーチさんです。ちょっとね、変な音、目が合ってしまいました。何？どういうこと？暑さ？じゃじゃーん、全然違うね。あ、全然違う。泡立ちが悪いっていう感じはしないね。ちょうどここが境目で、こっちが汚れてるでしょ。これ成功後、違うね。こっちと同じぐらい傷があったはずなんですが、だいぶ目立たなくなりました。ありゃありゃ、さらばじゃ。頑張れよ。またどこかで。ああ、行っちゃったね。
はい、そしたら一応マーチの方1万2000円で買い取ってもらいました。で、まあこれからもうすぐ解体らしいです。で、まあ解体されて1週間ぐらいでその解体証明書が届くので、まあ、それを待ってから陸運局に永久抹消登録の方をしに行こうと思います。はい、そしたら、マーチを引き渡してから1週間ぐらい経ちました。で、解体証明書という書類がファックスで届いたので、これでやっと、陸運局に行けると。で、陸運局に行って、永久抹消登録をしてきます。で、必要なものは、ナンバープレート、あと車検証、あと名義が違う場合は委任状と、あと印鑑証明、その辺も必要になってきます。その辺はネットで調べれば出てくると思いますが、一応最後終わった時にどれぐらい費用がかかったか、どれぐらい時間がかかったか、あと何が必要だったかみたいのはちょっとお知らせしようと思います。とりあえず一応全部揃ったので今から陸運局に行ってきます。それでは早速レッツゴー。はい、野田陸運局です。で、今からこの建物の中に入って、書類などいろいろちょっと手続きをしてきます。よいしょ。はい、戻ってきました。で、一応今陸運局から戻ってきて無事手続きの方すべて終了しました。で、かかった期間、時間で言うと、まず解体屋さんに車を出さないといけないんですよ。で、それを引き取りに来てもらうまで、電話してちょっと引き取ってくださいで来てくれるまでにどれぐらいかかったかな、1週間ぐらいかな。今は3月なんだけども、やっぱ4月でもこの切り替わりの時期なので、ちょっと忙しいみたいで、ちょっと1週間ぐらいかかりました。で、預けて解体してもらって、解体証明書っていう、いつ解体しましたよっていうのと、あと番号もあるかな、証明書が届くのに約1週間。で、これ2週間でしょ。で、その解体証明書が届けばもう陸運局に行けるんですよね。で、陸運局に行っていろいろ書類とかを書かないといけなくて、ちょっとごちゃごちゃしてて結構分かりづらいところがあるんですよ。これまた本当に車屋さんとか慣れてる人だったらここ書いてってまっすぐできると思うんですが、僕みたいに慣れてない人はもうね、代書屋さんっていう書いてくれる人がいるんですよ。書類を出してお金を払えば書いてくれて、あとはもう提出するだけですよっていう代書屋さんっていう人がいるので、僕はもう金に物を言わせて代書屋さんにお願いしました。それが確かね、いくらだったっけな、1150円で、綺麗なお姉さんにその書いてもらえると、で、あとはもう提出するだけだから、陸運局に行った時間は長かったんですよ。ちょうどね、お昼挟んじゃってちょっといた時間は長かったんだけども、書類書いてもらって提出まではだいたい30分ぐらいで終わるかな。その混み具合にもよりますが30分ぐらいで終わります。で、費用は車は1万円ちょいぐらいで買い取ってくれたから、1万円ちょいの永久抹消登録は申請料はかかんないので0円、代書代1000円ぐらいだから、1万円ぐらいプラスなのかな。で、申請自体は全然そのお金はかかんないです、0円で。紙代、申請書代が40円かかんだっけな、けど代書頼んでも2000円でお釣りは間違いなくきます。で、あとは必要な書類は今回名義が違かったので、委任状、あと印鑑証明、車検証でしょ、ナンバープレート2枚、解体証明書、これはね、向こうで番号さえ分かれば向こうで調べてくれるから、別に紙を持ってかなくても大丈夫なんですが、持ってって渡しちゃった方が楽ですね、ぐらいかな。時間、費用、必要なもの、それぐらいです。出会いがあれば別れもあるということで、マーチさんは旅立ってしまいましたが、けどこの永久抹消登録って、そういえばその解体さんにお願いしてやってもらうこともできるので、そこいくらかちょっと分かんないけど、そこもちょっと解体さんに電話して聞くなりした方がいいと思います。やっぱ平日に時間を作っていくって結構難しかったりするので、それぐらいですかね。そうそう永久抹消登録を自分でする人っていうのは車屋さん以外でいないとは思うんですが、とりあえずマーチさんとはお別れさせていただきました。今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。髪の毛変だなと思う方もチャンネル登録と高評価お願いします。